ドジャースアンチの大谷ファンガール即落ち。去年12月、ドジャースは本当にもうはっきり言って嫌い。ドジャースタジアムにて、遠い昔のことです。もう忘れました。強い。手首くるくるで草。そらそうよとしか。潔くて好き。今何が一番楽しいかを考えられる有能。シーズンチケット買った？買いました。全然言ってることが去年12月と違う。はい、もう裏切り。断言してて草。まあこれはすがすがしい。戦国の世には裏切りも必要やね。まずこいつ何者や。このおばはんは大谷グッズだけで8000万以上も貢いでる超有名パトロンや、あまり肉と客セレブすぎてエンゼルスが球団を通して大谷に感謝動画まで撮らさせた。ええ、ガチですごくて草。これもう半分港区女子やろ。大谷に認知されるってだけで何千万もの価値はあるわな。このおばはん資産家とか事業者なんか？やばすぎやろ。アメリカの資産家やこのおばさん一人だけでオークションも大谷グッズも億単位の利益や、エンゼルスはこういう層も全て失ったわけや。でも権力使って大谷に枕もやらせないし、会ったこともない、なんだかんだドジャースまで追いかけに来てくれたから安泰やろな。女がっぺやんこの人。